おはようさん、こんにちは、こんばんは。アラフィフでございます。サイバーパンクでございますね。2077、前回、ライブでやったんですけども、まあ、テストライブということでね、それがちょっと不満な終わり方をしてしまったもので、もうこれはもう動画でやっていきますそういうわけでね、この形でやっていきたいと思いますね。お願いします。あの続きですね、どうなったかっていうと、エレベーターの中で岡田さんというフィクサーの人に電話をして、報酬取りに来てもええけども、今疲れてるやろうから帰って寝るかって言われて、ほな寝ますわということで帰りますわということで今こう来てます。まあこのジャッキーがね、車を運転してくれるっつうので、で車は私の車なんですけど、ジャッキーに貸すということでね、彼女とデートに使いたいということでね、なってますんで乗ります。送っててもらいます、自分とこまでね。なんかここのね、地区が警察に封鎖されてるということで、ね、ちょっと待って、音楽大丈夫かちゃうな、こっちか。設定どこやサウンドやな。無効かなって大丈夫やね。この今鳴ってる音楽は大丈夫ということで大丈夫です。他と比べてただでかいだけよ。いや、他の町とは全く違う。モーガン・ブラックハンド、アンドリュー・ウェイランド、アダム・スマッシャー、レジェンド・オブ・マジタイ。いろんなろくでもないレジェンドたちがいっぱいおるということでしょうな。何が食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言ったでしょ。ああ、そうだったね。なあ、あれって、くっそ、勘違いじゃねえ。後ろからバグがつけてきてる。わ、まずいぞ。パッチ嫌な予感がしてきた。これは、武器を抜く。ういういうい、アベンジャーの連中だ。それジャッキー、頼んだよ。どうした、早く撃て。まっすぐ走ってよ。撃てるっちゅうね。インクーダーバードレイ、捕まってろ。オッケー、落とした。さあ、悪い。こいつをやるか。さあ、出やがって。いい、運転手を狙え。運転手、やれなかった。スカベンジャー倒せへんかった。しゃあない。お前の愛情を傷つけちまったな。まで気にしないで、今は無事に帰ることだけ考えましょう。やられ方としてはそんなにきつくはやられてないんちゃうか。ガラス割れてへんさかいにええやろ。こう雨にけぶってる街並みっていうのはええもんでね、こういう世界観の中ではね。限界態勢だな。封鎖されとるわね。歌舞伎地区、警察、ナイトシティ、ポリスデパートメント。ちょうどあなたを探してたんですよ、警官。それは一体どういう意味。優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って。
どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。おさんくせえ。彼女？うん、俺を待っててくれてるんです。おさんくせえわ。散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと言われちまうかも。それは一大事。お願いよ。人相は悪いかもしれないけど、純粋な子を。どうしてやって？これで最後よ。わかった。行きなさい。ありがとうございます。それでは。ほんまけ。こんなんで通れるんけって感じ。ああね。彼女に気に入られてた。きっと俺の真摯な態度に惚れたんだろう。違うやろ。そうね。その体格やろ。一途に恋人を思う。はいはい。謙虚さも忘れないだろ。もういいから。なんかだいぶ体力減っとりまんの。あ、先ほどの銃撃戦やね。前に名前ちょろっと出てたけどね。特殊部隊ね、警察のね。あんなんやろ、スワットとかあんなんに該当するのかな。日本やったらシットとかその辺か。まあだいぶちゃうやろけどね、ニュアンスはね。音楽とか鳴ってるけど大丈夫なのかなと思わせるな。一応よし、そろそろお前に切ってるけどな。あんたはヘイオットに戻るのは難しそうや。大丈夫だ、通してもらえるぞ。本当に？また丁寧なジャッキーって。なるほどな。おさん臭いあれで行く気やん。報告いっぱいやん。じゃ、おやすみ。はい、おやすみ。ミスティによろしくね。ああ、じゃあな。はい、おやすみなさい。部屋に帰ります。これ、押さなあかん？押さんでもいい？あ、押さんでも開くんだね。はい。N54 チャンネルへようこそ。どこに行く？あ、これか。ローカルニュースの時間です。居住区。ナイトシティの皆さん、こんばんは。本日一人目のゲストは、大砲の預言者、ラグ。今日も知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってて、情報を送るわ。父なる神よ、我らと共にある。そして二人目は、人気番組チップインのホスト、カリナーリーさんです。サイバーウェアの普及をプッシュする業界の大物ですね。大島のラジカリナー。お、自販機じゃん。10なんたらドル。100円ぐらいか、感覚としてはな。ゲートがまた壊れた。これで3回目よ。壊れるたびに修理代を払ってるのに、これじゃ詐欺よ。管理人に文句を言ってやらなきゃ。そうやな、セクシーな格好ですな。まあそれはええとして、ここっすか。これが私の部屋でございますね。寝たらええのやろうけども、まあまあ、まずは保管庫、これか。確認。保管庫開ける。はいはいはい。はいはいはい。服な。
この程度。今着てる格好の確認をした。いいね。インベントリー、ほい、今こんな格好をしてますね。頭ね、キャップをかぶっておりますけども、ハットはかぶれる。あ、これハット、これの方がいいな。ほい、あ、こんな感じね。アーマー値が、う ?9?9.9。 あ、これの方がアーマー値は高いっすね。うん、なんか、え、ここは、あ、ないのか。下半身。ん、あ、これはなんじゃ。あ、顔ね。はいはい。下半身がこれな。今のが 3.9 3.7。 今の方がいい。靴持ってねえし、ということな。一応この格好が一番マシぽいかな。でインベントリでなんか武器持ってるかいな。ショットガンか。え、あ、これはなんじゃ。ノバ、あ、レベル、うん、攻撃力的にはこれは何、59。あ、高いのね。ショットガンが低いじゃないのよ。一応装備、あら、まあ近接とかも持ちたいけど近接持ってねえな。持ってないですね。これから適当になんかいろんなところ芝居て。お、物がいっぱいあるぞ。取ろう、すべて取る。これで服こっち側に収めりゃいいのかな。ちゃう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 、先に着替えができれば。増えてるね。これは今の方がいいということね。はい。で、いらんもんは打った方がいいのかな。これが 9.9 のアーマー。はあ、アウター、これ来たらいいわけか。アウターな、なんとも言えへん。なんとも言えない感じがしますね。はあ、はあ、変わんないじゃ変わんないのかな。これの方がいいのかしら。ああ、これの方がまだ見た目上はいいのかもしれないね。ズボンだ。あ、これの方がアーマチ高い。短パンで靴もあるな、なんかな。あ、これの方が、そうやね、なんとも言えへん格好になってしもたけど、まあまあまあよしとしよう。はい。で、もういらんもんは売ったらええやろうな。いらんもん売っちゃおうか。なんか落ちてます。なんか売り物に、あ、これは座るんやな。あー、もう疲れたからシャワー、シャワーがここか。シャワー、
服着たまま浴びてるような気がするけどちょっとかキャラクターをちょっと見てみましょうか。あ、こういうことか。ステータス、こんな感じね。頭は頭髪なしのままな。これいずれどっかあるんやろなと思うんやけど、この手のオープンワールドゲームって言ったらね、大概外見を変えるというような整形屋班みたいなもんがあるのが本来の姿。これ何使えんの、パソコン使えるな。メッセージが3件届いてますよ。メガ医療くじ、チケット2枚購入で3枚目を無料プレゼント、うさんくせえ男性器増大ナノジェル詐欺に注意。ああ、私女性ですから攻撃されました、あなたのコンピューター、あーデーモンに攻撃されてます、システムが検知した危険、個人情報を入手する試みに、あーほんまか、あーそうやね、自分のやつ取られちゃったかな、それを知らせてくれたのね、はい、ありがとうこれがネットいろいろなんかようわからんもんがあるということやね、はいほなまあちょっと一回寝ますわな、はい、ピッ、眠たいわな、あは、寝方なんかそれほんまにちゃんとベッドの横になってるか。アクト1、こっから、まあ、こっから本筋ぽいよね。ジャッキー。ターゲットの生体モニターにつないだとき何かにやられたみたい。わからないけど神経ウイルスとか。ビクターに見てもらう。このままじゃ頭と胃がおかしくなりそうだから。じゃあ俺が連れてってやるよ。お前の車でな。服を着たら下に来い。はいはーい。ジャッキーに会う。ああそうや、朝シャワーを。B、レジーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって私の連絡先を、それに名前も。情報集めは得意な方なのよ。じゃあね、B。あ、いろんな仕事をくれる人な。お金儲け大切やろからな。ほい。シャワーを浴びて、メッセージを読む。はじめまして B、 私はレジーナ・ジョーンズ、ワトソンで仕事を探そうとしてるそうね、この一帯のことは任せてちょうだい、自分の才能を無駄にして、したくなかったら私が送る依頼を確認してみて、働き次第ではもっと仕事を紹介するわ、また連絡しますわよということだそうです。いこんな感じ。一応お案外シワ深かったりするポカンとした顔、こんなん、はーんって顔してるのかこれで、はい、オッケーというわけでやね、よいしょっと、この格好で、なんか上着がなくなってるぞ。で、なんか服が減ってるんちゃうん。ひょっとして。ああ、これが一番高いんやな、アーマーチはな、やっぱりな。
まあ、これでダサいけどいいとせなしゃあないね。はい、こっちか、行き先はこっちな。ここ多分物が売れる、うん、いらん物を売っちゃいたいんでね。これかっこええねんけどな。これは、これ今持ってるやつやね。これ置いといたろうか。で、服関係で3の、こんなんはいらんな。4はちょっと置いとこうか。これ今着てるもんやし、これいらんな。この辺ちょっと置いといたらええやろ。で、ジャンク品 A、 はい、こういうことやね。ジャンク品全部売ったらええということや。でこれが全部持ってるもの、でこれでいらんもんは売れたと思う。金額1198円しか持ってません。いろいろスカベンジしていかなあかんな。なんか、おとなしく従えば危害は加えない。中にいるのはてる。パトロールオフィサー、おいもどうかしたんすか。あ、なんか落ちてる、なんか落ちてる。 そこが弱点だ。あいつはユーモアのセンスがゼロだし。おい、なんか拾った。あ、なんか落ちる、なんか落ちる。ジャンク品よ。トランプ、まあ、いらんもん追っ払うのも手やし。こ、上あんの。上に来たものの別に何も。あ、なんかある、なんか落ちてるぞ。ここにも落ちてるぞ。 N54 ニュースワールドレポートの時間です。これは自分を直すやつやね。瞬間回復器、回復注射やな。で、下か。それでどうにかできそう。トランプ、あら残念ね。まめに拾っていった方が良さそうやな。売り物になったりもするしな。回れるんかな。うん、お店やね。なんかある。アーマー、何もない時もある感じ。まあよかろう。ゴミ箱か、履いてはりますな。んて、このポンコツが。ポンコツ、うざいんだけど。うせえ、取れへんぞ。気持ち悪いんだけど。ほっとけ。気持ち悪い言うな。で、なんかトレーニングジム？あ、おるぞ。次世代のボクシングってやつを体験できるぜ。ボクシングね。腕試しには持ってこいだぞ。ほら、やってみろって。
ほう。どこで手に入れたの？道端で拾ったんだよ。拾ったんかい。悲しげな目で俺を見るもんだから、うちに連れ帰って餌をやって服を着せて。え、餌いるのこれ？なんてな。違うわな。それは違うわな。安かったし、中和がアップグレードしてくれたんだ。立派なもんだろ。ほう、軍用ロボットか。調子はどう？調子はどう？試合は見なくていいの？ほら、学習用に。マローン対ヘルなんですか？こいつはテレビも見ないし、喋りもしない。拳だけで語るのさ。映画大しとんの。元プロレスラーのザ・ロックみたいな。やってみよう。よし。足を動かして頭を振れ。いいよ。なかなかのパンチを持ってるな。終わりかい。それで稼ごうとは思わないが、試合をセッティングしてやるぞ。ほう。今もリングに上がるの？いや、もう引退した。頭にパンチをもらいすぎてな。反応速度も相当落ちてる。膝には受けたわけではなかったわけな。ケレズニコフでブーストするとか。どうせ金を使うなら他のことに使いたい。そろそろ楽してもいい年だしな。何かもらえるもの。ここでは何を売ってるの？ああ、そうか。一流品ばっかりさ。プロテインとかか。ああ、バット高っ。あ、高いんじゃなくて、高いんかい？買えへんねやろ。あ、買えへんねんな。ハンマー、あ、攻撃力がそこそ、あ、バット攻撃力高い。はあ、近接武器が売っています。ねえ、試合の件だけど。ああ、強烈なパンチを繰り出すのを見た。研ぎ澄まされた直感とキレの良さを持ってる。クロームで強化すれば王者の座も夢じゃない。で、その試合だが、まず言っとくと合法じゃない。だがかなり稼げる。稼ぐのはいいけど、儲かるのは誰なの？どっちもさ。こっちはお前が得た賞金から数パーセントだけもらう仲介料だな。だとね。やはりいい判断ができるやつだ。試合は街のいろんな場所でやってる。好きなところに行き、エディを払えば真剣勝負の始まりだ。勝てば大金を手にできる。最後の一人まで倒せたら決勝戦をお膳立てしてやる。説明は以上だが、分かったか？バッチリよ。よろしい。ただ今はワトソンの外に出られない。だから歌舞伎から始めてみろ。お前の力をナイトシティに見せつけてやれ。期待してるぞ。なるほどな。新しいジョブがまだあるのか。例の試合のことだけど。もういい。 B、 チタニウムスカルで強化しとかないと記憶が全部飛んじまうんじゃないか。試合は街のいろんな場所でやってる。好きなところに行き、エディを払えば真剣勝負の始まりだ。勝てば大金を手に。歌舞伎であろうよグレン。まあ、というふうに転戦していくんやな。サーキットね。最後の一人まで倒せたら決勝戦を収めてしまう。説明は以上だ。歌舞伎の試合は行かないからバッチリ。そしたらジャーナルでこうしとく方がいいのかな。まあ、恒例で歌舞伎の試合に行くは選択せえへんぞ俺は。追跡はしない。これで選択でこうか。
これでいいのか。見せつけてやれ。あ、こうやね。これで OK。X で確定させなあかんかったということな。お、武器や。金がねえんだよ、金が。見せ て。金がねえんだわ。高えんだわ。金を儲けなあかん。まあ、とにかく今は下に降りて。どこや？え、エレベーター、これね。駐車場、おっと、これ、駐車場じゃん、入り口か。こんにちは、ローカルニュースの時間です。新玉祭りの開催が近づいてまいりました。ウィルソンから銃を回収する？そんなもんがあんの？ライブシティは美しい数階建ての出汁のパレードで彩られることになります。祭りの当日は、ビワの名ちょっとウィルソンとか行こうか。日本の伝統芸能であるモルモン、特設シアターにて披露される予定となっています。この新玉祭りの主催者は荒坂社ですが、なんと花子荒坂氏がこのパレードに参加することが一回上がらないと大きな盛り上がりを見せています。WNS一度祭りの成功を心より願っています。もう一回な。皆さんも楽しんでくださいね。CM の後はサイバーサイコシスは果たして現実なのかお楽しみ。なんかすごい筋肉。ウィルソンって今の武器やね。なんか武器預けてる武器があるんやな。ちょっと早めに出てくれんと。はいはい、ここやね。それじゃ何があるか見せて。その一言を待ってたよ。はいよ。これかい。今の武器の方が強いじゃんかよ。これで OK か。ジャンク品売却、はい。ほいほい。了解。お、新着アイテムあり。今のやつやな、拳銃な。一応インベントリ見とこうか。ここにこの武器がアンコモンの武器やね。緑色やな、ね、これやろ。59上がるんだね。これね。ほいほい、よさげ。なんか模様がついてます。シベリア南部の改めて降りたら郊外にあるルノルスカヤ4号山で発生した落盤事故ですが、無事発見。キャスターが女性に変わってる。男の人やったような。大規模な地震の発生さっきはな。35名の作業員が地下深くに閉じ込められていました。しかしこれしまっといた方がいいよね。今はね、こんなところで銃構えとくのはさすがに物騒。命をつなぐことができたんです。作業員たちは幸いにも救出後に短時間の技能検査を受けた後、直ちに現場作業に復帰できたとのことです。地底の次は宇宙のニュースです。ミリテク社が火星での新たなコロニー建設計画を発表しました。あ、え？計画によると、こっち。こっちな。で。技能のことについて話を。皆さんなかなか A スタイルやない。マップが入った。ハテナマークが依頼の場所に近づくとフィクサーから連絡が届く。はいはいはい。NCPD スキャナー、犯罪者との戦いに協力すると NCPD から謝礼金が入ると。フィクサー、仲介役であり近くの依頼の情報を教えてくれる。3つ一応このマークでとるね。明るいね。ジャッキー子供も置いてる。待ちくたびれたぞ。はいはい。とにかく腹が減っちまってよ。ほら座れよ。これを食い終わったらセニョールベクターに会いに行こう。
アジア料理が好きだとは意外ね。エスニック系は苦手かと箸使っとるね、ちゃんと。嫌いなやつなんているのか。麺と合成サーロイン、どっちも最高の食材だ。もう少しチリ風味を出せや、お袋のヌードルスープに匹敵するぜ。お母さん大好き男。サプライズがあるって言ってなかった？それとも私の勘違い？なんだ、お前にしちゃよく覚えてたな。驚くなよ、実はとんでもなく割のいい仕事を見つけてきたんだ。仕事？カップ麺、まあ、そこまで大した話じゃないんだけどよ。紹介してきたやつの名前はネクスター・デショーンだ。ナイトシティ最高のフィクサーだぞ。ほう、あのアフターライフ、まあ、フィクサーっていうのはこのナイトシティでね、牛耳ってる人たち、何人もおるみたいだけどね。はい、一体どうやって、一体どうやって内臓でも売ったの？私たちがレクスのお女神にかなうとは思えない。俺やお前はな、ティーバグだよ。あいつが話をつけてくれた。レクスのやつは一目で俺を気に入ったみたいだったぜ。まあ俺ほどの色男になると当然だよね。そうね、そういうことにしておく。デクスについて詳しく教えてちょうだい。久々に聞く名前ね。最近何してたの？ここ2年ほど雲隠れしてたからな。噂ではバケーションに行ってるって話だったよ。2年も？それじゃバケーションじゃなくて失踪よ。一体何してたの？ピザでもほぼりながらバーチャルポルノでマスを描いてたんじゃねえか。大事なのは奴がカムバックし新しい仲間を探してるってことだ。はい、仕事の内容で、仕事の内容は生きて帰れるんでしょうね。本人が直接お前に説明したいとさ、一対一でプレッシャーをかけるつもりじゃないけどよ、うまくいくかどうかは全てお前次第。ほう、なんで私なの？なんで私なの？あんたとティーバグで勝手に決めたんじゃ。ティーバグとデクスは付き合いが長いし、俺の顔も見飽きたらしい。あとはお前を見定めておきたいそうだ。なるほどね。これはあいつの仕事だ。あいつが仕切るのはしょうがねえ。やり方が気に食わなくてもな、とにかく俺を信じろって。信じろね。デックスは一流のフィクサーだ。いや、もちろんハドレや若子を悪く言うつもりはねえが、とにかくデックスは別格なんだよ。わかるか？ほう、よくわからない。新しい土地に行けや、そこのフィクサーがすぐさまセールストークをかましてくる。自分に任せや仕事も報酬もバンバン入るぞってな。ほう、でも実際やらされるのはガキの使いだ。便利な道具として使われた挙句、依頼主からの報酬はほとんどフィクサーに持ってかれちまう。酒の席で冗談めかして文句を言っても結局その関係は変わらねえ。くったくった。お前の車を持ってきたんだ。スカベンジャーとやり合った時の傷もダチに頼んで綺麗に直しておく。ありがとう、ジャック。助かるよ。乗り物呼び出し、おお、呼び出せる。おい、ミゲルの腕は一流だ。それこそ新車と見間違うほどだぜ。どうだか。さて、そろそろ行くか。はいはい、早速試乗してみましょう。試乗か。運転はマシっすか。まずはリパートのところか。あんま飛ばさないでくれよ。食ったばっかだからな。画面の切り替えとかってあんの？俺もビグのところに寄るつもりだったんだよ。あ、いける。それはそれは、これでいこう。ミスティとはなんつーだよ、フィーリングが合うんだ。これも運転しやすいかっちゅうたら大して変わらんか。これの方がいいかね。
こ。ついにチャンスが来たな。リクに調整してもらったら会いに来い。デックスの件を話し合おう。オッケーよ。こっちに行きゃいい。記憶なのか。その目が君だけのものではなかったとしたら。何？品定めですか？ソテリカ、ミスティーズ。あ、彼女の店ね。もう入っとるわ。はい、ビー。はい。ドクター・ベクターが待ってるわ。はい。俺はここで待ってるぜ。ミスティーと話があって、ね。こっちか。裏口から。なんだか嬉しそうね。彼女の店の裏に見てくれる人がいてるということやな。はい。一般的に行われていることとはいえ、サイバーウェアのインストールは危険を伴う施術であり、資格を持つ、リパードクにしか行えない。ナイトシティには複数のリパードクが開業しており、さまざまなサイバーウェアのアップグレードを提供している。サイバーウェアをアップグレードして新しい能力を身につけろ。ほい。久しぶりね、ビッキー。まだくたばってなかったの？ほう。相変わらず失礼なやつだな、ビー。それで今日は何の用だ？この間の仕事でクライアントの神経ソケットに繋いだんだけど、何か混じってたみたいで。頭痛や吐き気はあるか？光に過敏になったりは？その全部よ。わかった。じゃあ早速見てみよう。で、それ以外は大丈夫か？デクスターデショーン。新しいフィクサーから仕事をもらった。名はデクスターデショーン。アフターライフの有名人か。お前さんが出世したのは結構だ。ほう。何よ。出世したと言われるのね。隙を見せるな、それだけだ。デクスの噂は聞いている。見かけほどいいやつじゃない。ほい。アップグレード。新しい装備がいるの。実戦向きのやつ。視力強化系とグリップが欲しい。金ないんやけど。思い切ったな。あのデクスターでショーンから仕事を受けたのよ。メジャーリーグにふさわしいテックがなきゃ。なるほどな。確かにでかい話だが、当ててやろう。まだ金は受け取ってないんだろ。どこに行けば。こっち。金ならある。金ねえ。心配しすぎよ、ビク。金なら利子をつけて返すから。今回限りだ。いいな。ほっ。お、そこに座りな。はい、リラックスしろ。なんか腕に調整するための何か薬剤も打ちながらやるんやね。こいつはキロシ工学。ここで取り扱ってる商品の中でも最上級の一品だ。ほう。目玉っすか。繋いでみろ。ほい。キロシ？それって最高級品でしょ。ああ、だからこそ役に立つはずだ。確かに金は払うって言ったけど、いくらなんでもそれは高すぎる。金は後でいい。今はお前さんが無事に帰ってこれるよう最善を尽くすだけだ。そうすれば金も入る。まあな。好きに見てな。その間にお前さんをスキャンさせてもらう。有機体の身体組織に置き換える機械のことをサイバネティックインプラントと呼ぶ。サイバネティックインプラントは超人的な力をもたらし、戦闘能力と生存能力を向上させる。一般的に行われていることとはいえ、サイバーウェアのインストールは危険を伴う医療行為であり、資格を持つ専門家、通称リパードックにしか行えないということ。はい。機関システム。はは。資格
ははあ、置き換えができるのかい？うん？大体のものが一応あるのはあるけども付け替えができるんか。条件未遂条件が足りない、レベルが足らんとかそんなやな。はい、サイバーウェア四角形、あ、これか。はいはい、キロシオプティクスで、あとここ、これか。ほい、これでいいのか。はい、さっきも言った通りマーク1は一級品のスキャナーだ。角膜にデータが表示される上、外部レンズの妨害機能まで内蔵されてる、はあ、あらゆる監視カメラに顔がはっきりと映らなくなる。だが気をつけろ、体は普通に映っちまうからな。こいつもいけるはずだ。キロシとも互換性がある。いつでもいいよ、始めて。よし、こっからが本番だ。へえ。そのメジャーリーグ級の腕をここに乗せな。なんかすごい機械ですな。ほい。うん、それでいい。まずは軽く麻酔を打つぞ。ほうほう。何か感じるか？いつも通りよ、何も感じない。毎回同じことを聞くけどボケてきた？どうせ答えはいつも一緒なのに。そうかい、医者が患者を気にして悪かったな。脳卒中や麻痺になっても同じことが言えるといいが。なるほどな。口の減らないやつめ。外すぞ、いいな。ほう。よし、それじゃ早速試してみるか。繋ぐぞ。最初は少し違和感があるかもしれない。視界がぼやけたり、多少ちらついたり。どうだ？しっくりくるか？最高！すごいよ、ビク。そりゃよかった。光学サイバーウェアで人物をスキャンすると、強さ、所属組織、使用する武器のタイプなど様々な役立つ情報が得られる。ネットランナーとしての技術があれば敵に対して使えるは、クイックハックのリストが表示されるということね。おい、こういうこと。あ、ビクター、ビクター、ベクター。慣れるまで少々時間がかかるかもしれんが、一度目の正直とはいかないだろう。徐々に思考と同期してお前さんの意図を読み取ってくれるはずだ。お、 NCPD のデータと連動するスキャナーも入れといた。お、ろくでなしに遭遇したときにそいつのろくでなさがわかるってわけだ。賞金がかけられた人物を、示すデータベースを利用できるようになった。スキャナーを使えば該当人物を確認できる。彼らは全員生死を問わずのお尋ね者であり、どう対処するかはプレイヤー次第。どうだ、まさに魔法の目だろ。武器を構えてみろ、弾数と新しい照準が見えるはずだ。ほう、ほい、ほう。さっき言ったウイルスは？さっき言った神経ウイルスは？確認してくれる。とっくに治療済みだ。インプラントをつけてる間に回路をフルスキャンして駆除しておいた。完全にクリーンだ。保証する。すごいね、腕利きだね。最高だよ、ビクター。なんて言ったらいいのか。ほんまや。投薬量はしっかり守るようにな。今すぐ2回、1時間後にもう2回だ。おい、これは？ね、これは？軽い興奮剤だ。神経伝達を短時間ブーストしてインプラントの副作用を抑えてくれる。よし、ありがとうビク。もう薬ね。ありがとうビク。2回やな。オンに切るよ。
いいってことよ。応援してるぜ。ただメジャーに行っても初心を忘れるなよ。はーい。ガードを下げるなバカ。何もたもたしてんだ、さっさと来い。オッケー、今だ、撃て。なんでだよ、ボクシング見とる。はい、オッケーね。はい、まあまあというわけでね、今回ここまでということにしておきましょうかね。ジョブ。ああ、こんなん追跡したらあかん。これは追跡しちゃ、こうじゃねえ。追跡しちゃダメでしょ。ジャーナルな。こうかな。こうしといたよね。とりあえずな。はい、まあというわけでね、今回ここまでということにさせていただきたいと思います。またね、これは動画の方でやっていきたいと思いますのでお願いいたします。またよろしかったら次回お会いいたしましょう。バイバーイ。